どうしてこんな簡単なことができないんだって思うことありませんか？僕にとってはそれが、どうして動画投稿時間を早くすることができないんだなんですよ。ということで今回はね、久々にちょっと喋る動画を撮ろうと思うんだけど、まあもうこの動画を僕は一つちょっとね、気持ちを改めるきっかけにしたいなと思っておりまして、いや僕は何度もね、ツイッター等でも、まあ早めの投稿時間にあげるってことをね、まあ言って、まあ3日4日は早めにあげても結局遅くなってしまう。もうこれなんでかっていうのをまず言うと、まあこれ言い訳じゃないんだけど、僕その日のうちに動画を撮ってあげるのが基本なんですよ。まあというのもなんでそうしてるかっていうと、まあやっぱ新しいゲームをやりたいっていうのもあるし、なんかその日に一番俺がこのゲームを動画にしたいって思ったものを選んでであげることにしてるんだけど、まずね、選ぶのにめちゃめちゃ時間がかかるんだよねだから結構撮り始めの時間が遅くなっちゃって、どんどん押しちゃって、もう最近は22時とか23時とかにあげることになってんだよ。まあそれがたまにだったら全然いいと思うんだけど、俺の場合ほぼ毎日そうなのよ。でね、 YouTube には便利な機能があって、まあ、YouTube アナリティクスっていうのがあるんだけど、まあなんかその動画の情報とかが見れるものがあって、まあそれによるとね、これ見てください皆さん、これ僕のチャンネルの場合なんだけど、あまりねアクセスしてないのよ夜。これだいたい18時から、まあ、人が増えて、まあこの青い紫が濃くなってる部分が人が多いところなんだけど、まあだんだんね増えてって、でもう11時くらいからは人がいないんよ YouTube に。そんな時にバーンって動画投稿して見てくださいって誰も見ん、いや良くないですね非常に。まあということでこれちょっと悩んでいて、でこの動画でもうね僕は決意する、もう絶対にもう18時から、とりあえず1年間俺は絶対18時からまあ遅くても21時にはあげようと、まあもうこの動画で誓うわ、あげますあげます、イエーイこれみんなできてるはずなんだけどね。まあいろいろあるんだよ、その僕もね裏で、でもこれを言い訳に したくないし、それでも全然毎日投稿できて、あの早い時間にできてる人いるから、ちょっとねほんと心改めるわ。もうこの声量今日一段とうるさいでしょ、伝わるでしょ決意が、これ。まあそういうことですよ僕が言いたいのは。はい、ということでまあ動画投稿実況に関してはまあそんな感じだね。であとはそうだ、水曜日生放送はまあ大体21時から毎週始めるようにしてるから、まあそこのところもちょっとね、結局何時なのみたいな、最初22時って毎回やってたんだけど、ちょっとねいろいろあって、まあ、21時から始めることに毎回してるわ。てかまあなんならこの動画上げてる日も水曜日だからね、水曜日生放送がこの後21時からあるわけなんだけど、まあそんな感じかな。じゃあちょっと YouTube アナリティクスをせっかく見せたから、ちょっと他のさ僕のチャンネルの情報とかもみんなにさちょっと共有するわ。まあ、全部は見せれないんだけど、もちろん、まあ、全部は見せれないんだけど、まずね男女比、いや僕言われるんですよよく、やっぱポッキさんの動画を見てる人って、まあ、女性が多いんでしょとか、まあ、言われるわけなんだけど、まあねこれに関してはちょうど半々だねまあこれがね過去28日間の男女比なんだけど、まあこれで見ると女性の方が少ないんだよなんなら。まあでもこれってそのめちゃめちゃ昔の動画とかも含まれてるから、まあ、現在今僕のことをねこう毎回動画上がったら見てくれてる人はほぼ半々ですね。はい、まあそんな感じかな。まあで年齢層は18から24歳が一番多い。そうで次が25から34、意外でしょ、なかなか意外でしょ。でまあ次が35から44で13から17っていうまあ順番になってるわけだね。ちなみに65歳以上も 1.9% 見てくれてます、ありがとうございます。いやもう嬉しい、65歳以上の人が僕の動画見て何思うんだろうな多分無だろうなだって65歳以上の人がなんかピンとくるような話できてる気がしないけどな。まあ1年後にはねこの65歳以上 50% 目指して僕動画投稿してるんで、よろしくお願いします。明日から盆栽の動画上げていきます。はい、まあこの動画で言いたいのはだから投稿時間リセットだね。もうちゃんと
その18時から、まあ、21時以内に21時までにね出せるようにちょっと気持ちを改めるわ。もう最近花粉症で目が半分くらい開いてないんよ。これも原因としてある。よくないねそういうことを言い出したらよくない。そんなん原因って言い出したらみんな辛いもん。みんな辛いからちょっと頑張っていくわ。で改善策としてはちゃんと考えたの。改善策もう前日に撮るこれです。これもうできるはずなんだよ普通に考えたら。前日に撮って次の日にあげる。簡単なことポッキー。簡単なことだよ。そうだよね、簡単なことだ。これができなかったらお前もう人間としてもうダメだよ。そうです、ダメなんです。でやっぱね YouTube ってさこう自由じゃん。だからだらけちゃうよね本当に。だからちょっとね自分を自分で鞭で叩いてやっていこうと思います。まあとにかくみんながね一番見やすい時間帯に、まあ、18時くらいに上がってたらね、まあ仕事終わりとか、まあ、学校帰りで見れるでしょってことで、ちょっと見やすい時間に上げれるようにちょっと頑張ってやっていきます。まあ、とりあえずねちょっと本当に前日に撮ってあげる。前日に撮ってあげる、まあ、これをねちょっと胸に刻んで生きていこうと思います。はい、もう掘るわタトゥーで、うん、肩らへんにタトゥーで掘る、うんはい、ということでポッキーでした。じゃあもう目マジで痒いから目洗ってくる。さようなら、またね、お疲れ。